まずチーズ、しっとり胸肉完成です。しっとりがすごい。こんにちは、ルイ・ギャラのトモです。今日は、まあ、最近ちょっと僕もね試作が続いて太ってるんですけど、そんな時に最強のこの鶏胸肉を使ったしっとり胸肉を誰でも簡単にできるレシピでやっていきたいと思います。はい、もう材料ですね。鶏胸肉、皮を引いてあります。で、まあ、ある程度ちょっと常温に戻して、冷たいままでやると仕上がりちゃっちゃうんで、ね、で塩、これがポイントで、この重さの一発 300g だったら 3g みたいな、を全体にまぶしていきます。はい、鶏胸肉ってね、場所によってね全然ね、この繊維の入り方が違うので、なじませんまず10秒、これポイントなんで先に言います、ね、まずお湯が沸いてる状態で10秒入れて、で10秒経ったら火を止めて蓋して26分ですね。はい、じゃあここはもう絶対なんでいきます。用意スタート。この状態でまず10秒です。はい、立ちました。火を止めます。で、蓋をして26分です。これです。で、その間に今日はあれね、何にね、スライスしてキムチとかと納豆とかと一緒に食べるっていうのもありだし、まあ、ポッサムみたいにコチュジャンとナムルとキムチと葉っぱでくるんで食べるのもいいですけど、これ自分たちが作ってるニラ醤油ね、お酒とみりんと沸かしてお醤油入れて、ニラと青唐辛子を入れてるニラ醤油っていうやつにお酢、これはほんと適当ですよ、ポン酢みたいにでごま油で、これを出来上がった鶏にスライスしてかけて食べていきたいと思います。これ超うまいんだね。うますぎ。これで餃子食ったら飛ぶよ。これも万能なんで。それではじゃあしばし待ちます。さあ、あと5秒ぐらいですね。はい、やりました。さあ、どんな感じになってるでしょうか。こんな感じですね。そしたらこいつを引き上げていきます。超ジューシー。ほらほら、このジューシー分かる。ほらほら見て、鶏胸肉完成です。めちゃくちゃ見て分かると思うけど、めっちゃジューシーなんですよ。だからこのまず常温に戻して、しっかり沸騰したまま10秒火止めて26分をやってもらえばいいと思います。で、たまに赤い汁が出ちゃうってどうなんですかみたいな、それは多分なんか環境でとか肉が大きいとか肉が冷たかったので火が入ってない状態なんで、もう一回ちょっと入れて赤い汁は出ないようにしてほしいです。ちょっと生っぽいんで鶏なんて良くないんで。さあ、実際ね、食べていきます。このね、ニラ醤油ね、
ね。いただきます。やばい、しっとりがすごい。多分びっくりするんじゃないかな。外で売ってるやつともうレベルが違う。めちゃくちゃしっとりしてる。もうしっとりがすぎる感じで、ジューシー。噛むとめちゃくちゃ肉汁がこう出てくるんですが、でよくあるのがこの余ったこのスープ、鶏のこのスープでご飯炊いたりとか、まあ、とりあえずこれ知っといて損はないから、そこ超簡単です。これは基本的なやつですね。知っといて損がない基本シリーズ。ぜひよければ、まあ、周作のしずるチャンネル登録お願いします。お願いします。帰ろう、登録おっちゃいよ。押せ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 、ありや。ニラ醤油アルコールを飛ばすんですよって言って、しっかりこう包丁を手出してカットしていくと香りが余分に出ないように、約1日半ぐらいですかね、冷蔵庫に。これがね、もうねお店でやってるやつで毎日毎回作ってるんですけど、やばいね。かけますか、こいつをね。こういう感じでやばいタレのシリーズ1、ニラ醤油うまい。まずいね、米足してば。うめえこれ、飲み物だね、本当に。